ゆっくりしていってね。では、始めましょうか。かもしかめ！おっしゃ、行くぞ！始まりました。今回の第一試合の相手はバルトです。バルトはね、一歩で倒すのは非常に難しい相手ですね。画面端に追い詰める。これができれば必死のものなのですが、大体追い詰める前に瀕死になっていますからね。ということはこのラウンドはかなり調子がいい。このまま勝ち切れると嬉しいですね。うんうん、ガンガン倒してくれます。わいわい。ラウンド2です。今のね、置き技が苦手でが早いので、連発されるとミカは厳しい。そしてこの紫のふわふわ浮いているのが何かわからない。何これ、どうで触ると爆発するのかな。まあ、そんなに対戦する機会ないし、覚えなくてもいいかな。ちょっと違って対戦が出る絵になってきました。これは早押しですね。無敵読みで下がっていましたが、息入れ替えの投げを食らうかや。ですが、よし、なでしこを使うか悩む。担保出てから使ってみましょう。はぁ、あ、息子の全体にするとは、あのパルテのトリガーは中段に注意ですね。はぁ、注意をしていますが反応できるかは別問題。来ると分かっていても動くことができない悲しみ。要素がありますよね。最終ラウンドです。拡散ダメージ。これで画面端に運べましたね。無敵してこないんかい？バルケは無敵と無敵のイメージが強すぎて、なかなか強気の押し攻めをすることができません。これまでにバルケの無敵暴れを食らいまくって、何度負けたことか。ゲージが貧弱にあるバルケは怖いですね。さて、ここは無理に攻めないでマイクで様子見。ガンガン攻めすぎると私はバッタになるので、少しだけ冷静になる時間を作りましょう。よし、これですよね。ミカのドロップキック後の卓を作って、このまでを飛ばして絵を入れているかという、ガードしたままだとこのまで、水平時がある場合は引くとした方が安全ですね。卓のゴリゴリ押し付けは気持ちいいですね。受ける特快ですが、私が出なくちゃ始まらないだろ。第2試合の相手はマグです。個人的にかなり苦手意識を持っているキャラですね。この時だね、なかなか落とせないかよ。対空距離と空中距離の違いが分かりづらいですね。今のハートレートは完璧にマジでした。この気持ちは痛いですね。そして起き上がれ失敗。スタンを決めかったのが普通ですね、これ。まあ、また起き上がれを潰されるんですけどね。わかるか。これが力だ。ラウンド2です。開幕のハートレイドってかっこいいみたいですよね。今みたいにとバレてピンポン食らってしまいますから。あと、早めに画面端から逃げたいのですが、よし、これはかなりラッキーですね。一気に画面中央に押し戻すことができました。もう少しでスタン、スタンさせることができればこのラウンドは取れる。はぁ、あ、また耐久を取られてしまった。これがあるから逃げないんですよね。よしよし、端にいなければ一応安全。さて、無敵やバレはできませんでしたね。最終ラウンドです。よし、今回は耐久を取ってきませんでしたね。でも全然平気。なかなか思い通りに進みませんね。まあ、画面端から出ることができたから OK かな。こういう時にな、駒の字が多いな。カードが硬い相手を簡単に崩せるのにな。あ、ここは飛んでくるの待ちです。弾を連射した後って飛んできませんか。このラウンドはそこまで耐えられたらないので、じっくり待ってもいいかもしれませんね。まあ、大
念できずに攻めに行って無敵くらいんですけど、失礼。影の飛びまで落ち伏せましたよ。今回はこれといった大きいダメージを与えられませんね。この日の特殊技術しかダメージを稼げません。ここら辺でガチンと一発で買うのは手たよし。オープン。小技から決めれた。普段は超簡単に決める感じになっていないので、これがドクターになかなかできないんですよね。成功してよかった。かなり前に練習していた小技しえ。練習しておいてよかった。この道を進むのみ。デスクワークは性に合わなくてね。少しは楽しめそうだな。第3試合の相手はトビーです。開幕からいいトビが通りましたね。今後は死ぬの竜巻潜水客を使ったので、いい感じにライン上げることができました。まあ、もう画面中央に戻ってきたんですけど、こうして見るとコービーもなかなか運び能力高いですね。はい、昇竜待遇じゃないぜいです。まあ、相打ちでも息を落とせてるからいいかな。うん、コービーをラビアンキックに反撃できるのいいっすね。優位台のキャラを使っているときは似ているだけでしたから、実際に反撃できるか嬉しいですね。ここは無敵を使ってしまいましょう。これでも優しいんでね。これは美味しい。コービーの防御が無駄になりましたね。何か、姫の昇竜拳は防御を使うべきだったか。勝てたからいいけれども、際どい戦いだった。ラウンド2です。この日を引き出し当たったけど今度は無理でしたね。シャダに中継から速攻当たったかな。ここら辺の今後に対する判断が全然できないですね。ユウの練習がもっと必要ですね。マジかよ。今のあれでガードしますか。絶対に無駄とか小技で繋げてくると思ったのに。そして無敵を誰に打ってきたい。ここぞという時に失敗するのはキャラが違っても変わりませんね。はい、丸読みの小昇竜拳も防がれて終わりました。これが俺のやり方だ。まだ続けるかい。最終ラウンドです。開幕からラビアンキックで突っ込んでくるのやめてくれませんかね。もう画面はじか早いな。少し急に VTR で攻めかけてくるコービーさん。少しのインターバルの間に何か心境の変化があったのかな。ミスった。ボイスキルって大事にも使えるんかい。コービーさんのボイスキルはいつもにも厄介ですね。ダメ受けも無敵も基本で、急にスキル使って大事にできるように。あれ終わった。この状況は遠くから波動拳でギリギリ削る戦法。これが一番安全かな。よし、あと2回くらい今のコンボを当てれば勝てる。もっとラビアンキック出してきてもいいのよ。めくりは成功しなかったか。ねえ、何よりと昇竜拳が当たってくれました。あとは波動拳連射しておきましょう。そうするとコーヒーさんが焦って攻めてくれるわけ。ほらね、弾打ってるだけで勝てた。飛び道具ってマジ便利。ご視聴ありがとうございました。また見てね。